皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうかいやー、もうタイトルの通り、ちょっと愚痴っていいですかとのことなんですけど。いやーねー、まあなんでこんなことになってるかっていうと、うち従業員がね、あの、ホールのスタッフで、えー、フィリピン人がいるんですけども、 えー、そのフィリピン人がですねコロナにかかりましてまあ出勤できないわけですよねでもう一人うちフィリピン人の洗い場のおじいちゃんもいるんですけど、まあ、おじいちゃんもコロナにかかってだからもう本当にね本当少ない従業員で今店を回していてで表なんてもう僕一人なんですよだからもう 全部自分でやってるんですまあそんなにねおっきいお店ではないんですけど、まあ、14席一応あってまあね34組入ったらまあまあもう満席なわけですよワインも入ればもちろんねワインいつも通りやるしでもそれ以外にももうやることがたくさんあるわけですよ まオペレーション中、営業中もね、まあ、もちろんパンをね、こう、後ろから作って表に持ってきたりとか、あの、温めてね、表持ってきたりとか、まあ、コーヒー、紅茶の準備とか、まあ、今までね、そのフィリピン人がやっていたことも全部自分でやって、なおかつ、今まで通り予約も取って、WhatsApp もゲストに返して、 みたいなやつですねゲスト用のそういった、S えー、メッセンジャーアプリの管理もしてそしてこんな風にゲストが使うあのおしぼり的ななんかお寿司屋さんとか行くとちょこんってこう指拭くやつ置いてるじゃないですかあんなのをねうちのお店テーブルにセッティングしてるんですよ、まあ、それもねこんな風に切らなきゃいけないんで なんかこういうのね、切ってやってると、僕37歳で香港で働いて、はあ、何やってんだろうなって、ちょっとね、こう焦りを感じるんですよね。うん。皆さんはなんかそういうこととかってないですかね。 ちょっと、ね、折ってみせますけどはいこんな感じで、はい綺麗に折ってちゃんとね折り目が見えないように畳んでこれをね永遠に繰り返すんですよやっぱこういうんだろう単純作業っていうかこう別に僕じゃなくてもできる作業であってまあ予約とかもぶっちゃけそうなんですけどまあ人いないからねやってはいるんですけど なんかそういう作業をしてるとやっぱこう焦りを感じますね。うん。なんか別に僕こう、なんだろう。まあモチベーション全然ないです。まあとりあえず働いて給料もらって、まあ誰でもできる作業で楽ちんでお給料もらえてるからいいや、みたいな考えにはなれないんですよね。やっぱりこう、 どんな時間も有意義に使いたい、過ごしたい、こう、経験したい、新しいことを学びたい、やっていきたいっていう心構えがあるので、こういう作業をしてるときがやっぱ一番焦りを感じますね。皆さんはどうですかどんなときに焦りとか感じますかね だってね日本でちょっと前にもねまあ数年前か麻生さんの言った2000万とか言って2000万問題とか年金問題とかいろいろ言うじゃないですかまあ実際2000万じゃ足んないと思うしねもっともっと稼いでいかなきゃなんないしうん まあ将来的にはね、僕も老後日本で過ごしたいなと思ってるし、まあ、もっともっと早い段階でね、もしかしたら日本帰るかもしれないですけど、やっぱり香港の方が環境が良くて、でやっぱり経験値も積めるっていうことから、こう香港でね、仕事してやってるのに、それがこのね、おしぼり折りかってなるとちょっとね、 ね、まあ仕方ないんですけどもう誰もいないんだからやるしかないし必要なことなんですけどやっぱちょっとねこう心に引っかかるものがありますねまあっていうことで今日はあのこんな感じではい少し愚痴をお話ししてみましたまあ皆さんねどんな時に焦ったり 焦ったりというか焦りを感じるのか、ぜ、ま、ひ、あ、コメントとかで教えてもらえたら、傷の舐め合いって言ったらあれですけど、まあ、基本僕ね、ポジティブだからあんまりこういう風にならないんですけど、さすがに最近やることが雑用が多すぎて、ちょっとね、乱れてますね。はい。ということで、最近の僕の近況をシェアしてみました。 まあちょっとこっからね、ブワーっと早送りして、最終的にこう、この折ったのがどんな風になるのかお見せしたいと思います。はい、ということで皆さん今日は聞いてくれてありがとうございます。ま,あ、また今度ね、なんか有益な情報をまた発信できたらなと思います。えー、それでは皆さん今日も本日、今日も本日、えー今日も本日 はい。それでは皆さん、本日もお疲れ様でございます。それではまたお会いしましょう。See you next time. Bye.